スカーケスカーケでもちょっと言い方は違うよ。1,2,3,4,5,3 はい、1,2,3,4,5 五角形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 よーし、あ、粘土だ。 K という字をつけてみてよ。1,2,3,4,5 六角形六角形。もう一回くる3。わかったわかった3。はい、1,2,3,4,5 六角形六角形。今度いくよ、ガタしゃべんな。3、はい、1,2,3,4,5,6,7,8 かけ、ふざけない、一回背中伸ばせ、だらけてるぞ山田君、背中伸ばして、山田さん背中伸ばして、いいな、気持ち引き締めろ、いよいよ君たちはいいか、大きい子になるんだから。3、はい、1,2,3,4,5,6,7,8 かけ、はっかけ。じゃあこれ数えるよ。3、はい、1,2,3,4,5,6,7 7かけ。じゃあ早く当ててよ。これは6かけ。違う違う、6かけじゃない、これは7じゃない、8かけ。遅いぞ、早く数えるよ。これは6かけ。何？6かけ。これは5かけ。何？5かけ。さっき当たり。これは4かけ。まあ一応ね、四角形、四角形、まあ四角形ともいいのかな。これは何だろう。八角形。そう、八さん七角形だ。1,2,3,4,5,6,7,3 はい、1,2,3,4,5,6,7。そこで先生、今日六角形に挑戦、いや挑戦するのよ。で、六角形ができるかどうかってまだね、一回も成功したことないから。じゃあやってみる。ね、お豆つまんでる。こういう入れるでしょ。お豆つまんでる。はい、いやいや、で六角形作るのよ。ほいでね、その本なんか見ると簡単にできるように書いてありますけれども、実際に作ってみるとどうしてか知らんけどうまくできないのよ。ほいでこれでいくつ使った？1,2,3,4 あと2つね。そしてこれをこう刺すでしょ。もう一つあるんだよ。もう一つ真ん中動いて、あー、また取れちゃった。546角形。先生、こうやってやればいいんだ。あの、よし、できた。2000じゃなくて置いたでしょ。やっぱり置いた方がやりやすい。よし、これで、あれ、よし、六角形できたぞ。僕できる。おお、今日は見事にできたよ。さっきは綺麗だったのにね。もういいよ、もういい、もういい。もういい？六角形作って。もう大好きや。いやいや、一応六角形今日作って見せてやろうと思ってさ、先生。じゃあ一応ちょっとしかできないから、いいか、よく見てけよ、また壊れるかもしれない。じゃあ数えるぞ、3 早くやれ、もう。じゃあ1,2,3,4,5,6って早く言ってよ。いいか、1,2,4,5。おお、しかなった、六角形。いい、できた、できた、六角形が。もうこれぐらい我慢しよう。で、一回手練習するよ。1,2,3。はい、まっすぐ、1,2,3。はい、あんた素敵、これ藤田さん見てごらん、まっすぐ綺麗だ。あんたね、スケートの選手みたい、ね、あんたも綺麗だ。いいか、やっぱこういうのは女性の方が綺麗なのかもしれないね。まっすぐピッピッってやると綺麗に、スケートなんかでも綺麗に見えるでしょ。にゃーにゃーにゃー、オリンピックに出られないよ。1,2,3。はい、二足回ってるぞ。1,2,3。はい、じゃあ一つだけ他と違うのはどうですか、教えてください。はい、はい、おう、山本さん、左の上、 OK。 一つだけ違うのはどうですか、教えてください。はい、山田君、色
色で色で見ていいんだよ。だからどれだ？左の上。できたじゃない。みんなで叩いてあげてよ。それでそれで。ちょっとだけ違うな。長谷さん。長谷さん。左の下。ピンポーン。ちょっとだけ違うな。どうやって叩いた？田中。左の下。ピンポーン。ちょっとだけ違うな。どうやって叩いた？藤田さん。右の下。おお、これは難しい。一手勝ちはどうですか、はい、じゃあみんな行ってみろ。はい、左の上。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 オッケー。そこで線というのはね、実はね、ただの線じゃなくて、線というのはね、こういう点で一回止まるんです。ずっとあるわけじゃないので、ここの点と点をつなぐんですけど、点があるのね。わかるよ。大きさはないんですけど、てんてん、言ってごらん。てんて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 ん。線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 。てんてんてん。てんてんてん。てんてんてん。線線線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 。この線が、線がつながって形になります。で、この形のことを三角形。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 てん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 。てん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 。そしてこういうふうに線でつなげて、線線線線。線線線線。線線線線。線。そして形ができます。四角形。四角形。幼稚園の時は四角って言います。小学1年生でも四角と言います。しかしもう少し大きくなると四角形、言ってごらん。四角形で、形が出揃いました。じゃあ何て言いますか。丸。どうしてか。それはあのね、子供の時の言い方と、例えばボール、赤ちゃんの時は自動車のことなんて言うの。ブーブーって言ってたしない。ブーブー言ってない。ブーブーだよ。赤ちゃん言葉って知らない。知らない。お菓子のことをまんまとか言ってみる。赤ちゃん言葉ってどんなのがあるの。バフー。バフーって何。チンゴ、チンゴハー。何ね、山田君。バフーって何。おっぱのこと。おっぱのことバフーっていうの。本当に、本当。で、ブーブーって何。車じゃん。そうでしょ。そういうふうにちょっとで、ね、だんだん小さい時に使う言葉と、大きくなってから使う言葉と、小学校入ってから使う言葉とちょっと違う時があるのよ。大人。例えばこれは丸ってでしょ。うん。小学校入るとこれなんていうか知ってる。まん丸。まん丸。まん丸も丸も一緒じゃないか。円。ボール。円。円。円じゃないの。それは正しい発音じゃないの。円。言ってごらん。円。じゃあ違う。円。楕円って円もあるんだな。だけど言い方違う。円いってな。山本さん、足をパッと押すんだ。円。ちょっと待て。イエーイじゃないのよ。円いってな。それ泣いてる言葉でしょうか。円って泣くんじゃないの。あなたなんて泣くの。ギャーギャー。あなたなんて泣くの。ウィンウィン。あんたはええええって泣くんだ。そうじゃないの。え？ガタンガタンで泣いた。あんたガタンガタンで泣くんだ。僕はなんて泣くかって言うとね、こうやってやるのよ。ギャーギャーって泣くの。違う違う、手出してから。大人の泣き方とっちゃ違うのよ。こうちょっと顔しかめてね。そしてね、口を押さえて。先生が言った通り言ってみるよ。お花見。声で泣くのよ。ひろしさん言ってな。ひろしさん。どうして？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 私を捨てたの？捨てたの？そうやって泣くんだよ、分かったか？捨てたって自分の名前。まあいいから、えん言ってな。えん。えんじゃないっちゅうに。えん。えん。伸ばすな。えん。三角。三角。小学校入ると三角形。三角形。これはね、角がね。